皆さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も引き続き頑張っていきたいと思います。めっちゃ笑うよ。急に捨てちゃいびっくりした。それは入るよ、それは入るよ。まあ今日はオフシーズンということで、我が家にですね、小野寺翔太選手を呼んでます。深夜2時ですよ。いやちげえやろ。でも言うても11時なんです。はい。まあ今日は何をするかっていうと、はい、まあ翔太の、はい、に対して、まあ、SNS で質問をありますかと、なんえげつないほどの量の質問が来てます。はい。どんぐらい来てるんですか。まあざっと見て100は来てる。まあ、いくつかねピックアップして、はい、まあ、翔太に答えてってもらおうという、はい、まあ、オフシーズンならではのね、他のチームの選手とのコラボ企画、はい、をやっていこうと思います。いきましょう。はい。まあ、一発目の大事ですよ。一発目めちゃくちゃ。じゃあまあ陸ゴールデンキングスの選手ということで、はい、一つ目は沖縄に来て驚いたこと、はい、驚いた文化は何ですか。文化、バスケット熱がすごいんじゃないですか。海とか行ったらビーチでバスケットしてる人いますし、体育館で、うん、バスケットしてる人が多いな。年齢かかわらずやってる人が多いな。やっぱ多いんや。めちゃくちゃ多いっすね。そうなんや。あと路中が多いっす。路中めちゃくちゃ多いっす路中。邪魔やな、思てない、いつも。いや、そんなこと思ってない。俺もしてやろうかなと。でもそれ中金取られたやつ。いや、取られないと思うんです、あんまり。見たことないです。あ、そうなの。はい。すごいね。なるほどね。そんなしんみりいく。いや、なんか、しんみりするやん、この。では、次の質問いきます。はい。まあ、琉球ゴールデンキングスといえば、はい、今シーズン優勝しましたが、はい、いやまあ俺らも悔しいながらに優勝してくれました。まあ、優勝した時の気持ちを教えてください。いや、めちゃくちゃ嬉しかったですね。でも本当に人生でその大舞台で優勝したことがなかったから、うん、大さん多分あるじゃないですか。まあ何回か高校とかね、はい、うん、だからもう 何していいか分かんなくて、うん、ずっと本当コートの周りとかそうそうそうしてましたみんなうわー言うてんのに、はい、でみんな抱きついてたんですよ、一人一人と。おう、全然そんなことしてなくて、僕2人ぐらい、3人ぐらいしかしてなかったっすでも後悔っす。どうしていいかちょっと分からない。マジで分かんなかった。もうちょいちゃんとはっちゃけとけばよかったなって。いや、チームメイトともうちょっと喜べばよかったなんかなるほどね。じゃあ、まあ、まあ次は優勝させへんけどね。まあよ。まあよ、この。まあまあまあ、まあ、今日は楽しくいこう。でも西地区にね、やっぱ優勝もし。そうやね。まあ、確かに。うん、もうまたね、西地区から出れるよ。ま、盛り上げる。そうやね。西地区今、強豪揃いになってるからね。うん、小野寺選手にとって、はい、島根ってどんなチームですか。まあ、絶対来ると思うね。島根ブースターから。あ、もうちょい声張ってない。難しいっすね。でもどういうチームですかって、うん、でも年々思うのがやっぱりブースターが熱くなってるなってすごく感じるかな。あー、熱狂的な感じ、一体感、そのブルーに染まってる、うん、T シャツ皆さんが着てるじゃないですか、うん、まあ、そういうブースターさんも多いなと感じますし、まあ、チームとしてはやっぱりオフェンスがかなりズバ抜けてるなっていう、はい、ビフォード選手、アンド選手、まあ、バランスが取れてる、本当に。まあね、各国、その白浜選手だったりディフェンスの選手、うん、谷口選手、おとジョーさんが同じぐらいですか。ジョーさんジョーさんジョーさんあの通アシスタントコーチと同じ、はい、芝生座レバンド頑張ってお前去年のそこないや、プットバック頑張っていやいや、俺は分かる人しか分からない。やめて。いや、なんでやめて、恥ずかしい。え、恥ずかしくない。いや島根ブースターさんに教えた方がいいです、プットバック、はい、やめろって思う。いじってるそれいじってるやん。いやいや、それいじんなきゃ。じゃあ次の質問いきます、はい。モチベーションが上がらない時はどうしていますか。上がらない時、疲れたし負けてる時とかやっぱモチベーション上がらない時ありますよね。ああ、でも、もう本当にチームの雰囲気がいいんで、そのアウェー中にご飯行ったりとか
チェーンウェイト、うん、まあ、そういうのは結構リフレッシュされますし、やっぱり一番は家族かな。あ、何があってもこうリセットさせてくれるっていうか、癒されるし、帰ってきたら子供の顔見るだけで、それがまあ一番かな。大地さんと違って、ええー、俺もやるなんだ大地さんだってあれじゃないですか、フィギュア、フィギュア見て癒されるちゃう趣味、あ、趣味なんですか。趣味と家族はまた別よ。なんで俺をそっち方面終わるやっちゃな、お前。他、遠征中への家族へのフォロー。フォロー、まあ、何をもってフォローっていうのかようわからんけど、いや多分何もできてないと思います、正直。いないと無理よね、うん、俺も単身赴任してる立場やけど、家族へのフォロー、そう、奥さんがいないと成り立たん。え、遠征中家族へのフォロー、まだ電話するとかじゃない？うん、結構電話する？いや、タイミングあって息子からよく電話かかってきて切られたりとかするんですけど、ワン切りとかされますけど、でもまあそんぐらいですかね。とか、あとお土産を買って帰るとか、あ、まあ、ちっちゃいことをですね、やれることはそんぐらいしかないかなと思ってます。本当に助かって、朝だって俺も6時とかにかかってくるんだよ。あ、嫌だって言ってましたね。言ってねえやん、別に。おはようっつって目半目で、いつも半目じゃないですか。え、誰がやんの、アイドルはちゃん、おはようどういうこと、おはよう、おはよう、声太すぎて何言ってるか分かんないっす低音すぎてうーみたいな、息子が、えパパなんて言ったって言うっすよ。パパさすがに聞き取ってくれる。じゃあ次いきます、はい、97問目の質問、早いな。オノ D の秘訣は何ですか。オノ D の秘訣、うん、俺もやっけ、けど D、オノ D って何、何の D？ いや、わかんないです。オノデラの D じゃないですか。DT の真似やん、それ。いやいやいや、違うでしょ、どう考えても。何すか、D、どっから来たんですか。大地やん。谷口、DT。ダーか。うん。そっか。オノ D やろ。なんでそんなとこで。D じゃん。オノ D。ダーの方、ダーより多分 D の方が多分発音いい。D に近いじゃん。ええ、偽物です。関係ないやろ。だって英語もそうでしょ。お前絶対偽物でしょ。で、じゃあ俺の方が近いじゃないですか。やめろよ。いや、マキがつく。なんか、あだ名。じゃあ、オノ D って呼ばれてるの？え、結構、何、じゃあ沖縄で呼ばれてるの？オノ D。そうっすね。まあ、なんかディフェンスを強みとして、で、もうそっちで呼ばれたりとかもしたりして、マキは多分違うんじゃないですか。わかんないですけど、聞いたことないです。そうなんや。でも、オノ D ってあいつがつけましたよ。年下っすけど、お前も年下やけどな。ドイツさんって言ってるじゃないですか。確かに。ですよね。呼び捨てをされたことないの。いつもクソ生意気やけど。あの、秋田の Y さんしか言ってないでしょ。秋田の Y さんしか言ってない。秋田の Y さんやな。絶対見ないからな、あいつ。秋田の Y さんって絶対見ないから。絶対見てないと。心配せんでいいと。じゃあ次。はい、沖縄アリーナでオノディのタオルを持っていたら、はい、手を振って合図してくれますか。そうですね、もちろんです。そこは見つけれるの、あの体育館で、まあ、ある程度はまあ分かります。本当に分かんねえや。あ、でもやっぱり一番上まで行ったら全然見えないですけど、うん、まあ一応探そうとしてるんですけど、うん、嬉しいことで最近めちゃくちゃファンが増えてきた。あ、そうなん、はい、やっぱり CS 効果とかでかいんじゃない。どうなんですか、ね、嬉しいこと、カシャー言ったカシャー言うて、俺らも鼻伸びたやんな。いや、まあでも本当に、いやでもめちゃくちゃ探してます。じゃあまあ見つけたら振るよと。そうそうそう、たまにぼーっとしてて見つける、ぼーっとしてたらおかしいけどどういうこと。試合前こうたまにこうぼーっとしてるんですよ。ああ、何でか知らない、ああいたみたいな、手振る時もあります。別に、はい、タイミング関わらず、まあ、じゃあ気づけば振るよと。そうそうそう、まあ、気づいてるけど試合中以外はさすがに、まあまあまあ、はい、なるほどね、はい、ということで、はい、皆さん、はい、なんでオノデラのグッズを買って、はい、アピールしてみてください。気持ちもうちょい声張ってくれたんですか。なんかこれ見てたらなんか分かるよ、分かるよ、はい、落ちる。何を思って、まあとりあえず誰を頼るとかじゃなくて、まず一番自分で守れたらベストじゃないですか。いくらチームディフェンスってあれですね、そこを一人で、ね、守れたら一番でかいと思う、まあ、そこは意識しているようにしてますし、まあ、少しでも、ね、相手に冷静に
プレーさせないっていうことをちょっと考えてるかなって、嫌がらせたら汚いプレーとかじゃなくて、まあ、ちょっと嫌がらせやな、まあまあまあ、相手が疲れたくないなって思うようなことをする、なんかずっとコンタクトし続けて、ちっちゃいことっすね、まあ、多分嫌われてるって嫌われてると思うんですけど、あ、まあ嫌われてるわいやいや、でも、まあ、もうそれでねチームを勝てれば、まあ、それ評価の一つだと思う、そうっすね、疲れたくないって思わせるのはいいことや。小野寺さん、島根でラーメンを食べたことはありますか？島根で食べたことないです。島根で何食べたことあるか、逆に。そうっすね。水曜試合多くないですか？確かに。ですよね。水曜夜試合して、飯食いにきつくないですか？まあ確かに。逆に知りたいです。それ松江の美味しいご飯屋さん。いやもう、それといったらもう、まず一番出てくるのは海彦やね。海彦？海鮮料理屋さん。うわぁ、めちゃくちゃいい。美味しいよ。海鮮丼ですか？いや、何でも。お刺身から揚げ物から、うん、居酒屋さんとか、あ、なるほどなるほど、海彦釣りに行ってるんだ、海彦さんが、そうで釣ってそれを持って帰ってきて、店長さん、海彦さん店長、絶対知らないし、この返事、本当ですか、じゃあ、じゃあ名前は違う、お店の名前は海彦で、店長が、あの、あ、違う人ですか、そう、釣りに行って、まあ、釣った人がそれを持って帰ってきて調理、え、すごするお店、まあ、でも浜さんのか逆に、あ、ラーメン浜とか結構、うん、好きやね、いろいろ言っとるね、でも浜さん下バグってる何でも美味しいっていうの確かに、あいつも食いしん坊っすよ、どちらかといえば結構食うですよね、食いしん坊系だから結構食うし、で腹曲がってるし、で次、沖縄の食べ物で何が好きですか？島らっきょうの天ぷら、天ぷら、はい、美味しい、めちゃくちゃ美味しいです、お店に行かないと食べれない感じ、それとも、お店に、あ、でも自分でも多分作れると思うんですけど、お店の居酒屋さんにありますし、あと沖縄そばですね、あ、沖縄そばが美味しいです、鉄板やな、鉄板っす、でも美味しいです、結構食べますね、そうなの、あ、休みの日行ったりとか、沖縄でさ試合行くとさ、うん、後泊なのに絶対、はい、後泊なった時絶対に居酒屋さん行くん、はい、どこの、あ、どこのっていうか、どこら難しいっす、まあまあまあ、居酒屋さん行くんやけど、はい、なんか安くてうまいイメージだよね、どうなんすか、まあでも場所によるのかな、うん、なんかもうそこしか行かないようなお店を白浜と、はい、北川と3人で、はい、あ、後藤もいたかな、はい、めちゃくちゃ仲いいじゃないですか、そう、食べに行くんだけど、ね、島らっきょうの天ぷら、天ぷら、今度ちょっとあったら食べてみる、はい、はい、食べてください、今年29歳ですね、僕29歳、36ぐらい思ってた、いやいや、29歳、次11年目です、プロ11年目、でも俺よりはるかに長いな、何年目ですか、俺8年目、ああ全然じゃん、じゃあ全然じゃん、うるせえな、俺卓球に食べこられるか気づいた急に食べこられるんじゃねえ、気づいたっすか、急に食べこられるんじゃねえ、8年と11年か、長いね、次、じゃあ次、なんて言ったら同じ髪色カラーにできますか、なんて言ったら同じか、今はハイライトしてる、うん、ツイストパーマ、ハイライトのツイストパーマで、サイドはフェードカット、なるほどね、いや覚えたっすかね、ツイストパーマのフェードカット、うん、でしょ、まあまあまあ、ラストハイライトね、うん、ハイライトのツイストパーマの、もうちょっと詳しく教えてあげなきゃ、ハイライトのツイストパーマのフェイルカット以上、うん、高さ高め、高さ高め、うん、じゃあラストいきます、はい、最後は、はい、DT の DT に対しての質問です、 DT って何ですか、 DT 第一谷口なお前の隣におるな、DT への第一印象、そして今の印象、大地さんは、まあ、正直、正直じゃない、間違った悪口になる、今悪口言われる格好で、めちゃくちゃ面倒見が良くて、あきさん、第一印象は正直怖かった、怖かった、イメージ、うん、おう、まあ、でかいし、あ、で知ってたから、ちょっと、あ、分かるですか、有名だって、いや高校の時とか、そうそうそう、名前知れてて、
会った時はマジで怖かったです。怖かった、はい、まあ、声低かったからで声低いしでかいしでもあってこうなんか結構みんなにいじられてたじゃないですか。そうやね。で正直俺もいけるんじゃないかいけるんじゃないかでよ。まあ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 でも出だしからそんなことやったらやばいな。先輩だったし、まあでも徐々にこう足元削ってて、でまあ本当にこうやって仲良くしてもらってもう面倒見がいい、良かったなっていうのがあります。まあ今は本当にまあ変わらず連絡もしてくれますし、まあまあ上行ったらご飯連れてってはくれないですけど、いえ連絡してこいよ。まあただ T シャツくれるからいい先輩だ。しっかりこれ今日着てくれと販売するので来てくださいね。はい、とまあこれでねこれな今1枚しかないですよ。今1枚しかない。燃やすなよこれプレゼントしますよね。これ見てる人にプレゼントしますよね見てね、お前いらんこと言うな何かしてくれた人にこのね記念に青をプレゼントします。その青を、はい、僕と大地さんもサインして皆さんに1人プレゼントします。どうします？プレゼント誰をどうやって決めるか、まあ、どうやって決めるかは俺たちが、まあね、あの抽選で決めるとして、はい、じゃあ応募方法は、小野寺翔太選手と谷口大地選手のツイッターをフォローしてください、はい、でこの YouTube のチャンネル登録をしてください。で、この動画の僕でもいいし翔太でもいいし何か一言を寄せて引用リツイートして、プレゼントを応募しますと。で当選者の方には、僕の方から、DM の方を送らせていただきますのでそちらで、まあ、チェックしてくださいと、はい、急にプレゼント企画入ってる。いや、やっぱ やってあげなきゃ。これ市長さん大事にしなきゃ。ちゃんとサイン今翔太が来てるこれをサインしてお出しします。俺と大地さんのやつですよね、2人で書いてね、はい、しっかりプレゼントします、はい。なんでぜひ皆さん応募してください。チャンネル登録してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はこんな夜になったけどね、まあ、しっぽりと引き続きやりたいと思います、それでは今日はこの辺にしておきましょう、はい、See you next time. バイバーイ。